ラルフ・ウォルドエマーソンは、アメリカ合衆国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト、無教会主義の先導者。娘のイーディスが、ウィリアム・ハサウェイ・フォーブスと結婚し、エマーソン家は一層格式の高い門伐となった。ウェルドは、ウォルドウォルド、バルド、エマーソンは、エマーソン、エマソンなどとも表記される。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンに生まれる。 18歳でハーバード大学を卒業し21歳までボストンで教鞭を取る。その後、ハーバード新学校に入学し、伝道資格を取得し、牧師になる。自由信仰のため教会を追われと王、ワーズワース、カーライルラと交わる。帰国後は個人主義を唱え、米文化の独自性を主張した。エマーソンは次第に当時の宗教的社会的信念から離れ、 1836年の評論ネイチャーにおいて超越主義を世に打ち出した。続いて草分け的な仕事として1837年にザ・アメリカン・スカラーと題した演説を行い、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニアはアメリカの知的独立宣言であると評した。エマーソンは主要な評論のほとんどをまず講演用に書いてから出版用に改めた。最初の二つの評論集。 エッセイズ、ファーストシリーズとエッセイズ、セカンドシリーズは、それぞれ1841年と1844年に出版された。それらはセルフ・リライアンス、ザ・オーバー・ソウル、サークルズ、ザ・ポエト、エクスペリエンスが含み、彼の思想の革新である。ネイチャーとこれらの評論によって、1830年代半ばから1840年代半ばに、 かけての10年間は、エマーソンにとって最も実り多い時期となった。彼の評論は、後の思想家著述家詩人に大きな影響を与えた。エマーソンは、自身の中心競技を一言にすると、個人の無限性であると語った。エマーソンはまた、共に超越主義者であるヘンリー・デービッド・ソローの死であり、友であることが有名である。 エマーソンは1803年5月25日、マサチューセッツ州ボストンに生まれた。両親は、ルース・ハスキンスと、プロテスタントの一派であるユニテリアン派の聖職者である、レフ・ウィリアム・エマーソンである。彼は、母方のオジラルフと父方の祖母、レベッカ・ワールドから名付けられた。エマーソンは成人できた5人の息子たちの2番目で、他の兄弟は、ウィリアム、エドワード、 ロバート・バークレイ、チャールズである。他の三人の子供たち、クエベ、ジョン・クラーク、マリー・カロリーヌは成人する前に亡くなった。1811年5月12日、8歳になる10日ほど前に父が胃がんのため若くして他界した。エマーソンは一族の女性たちに助けられながら母親に養育された。おばのマリー・ムーディ・エマーソンが彼に特に深く影響を与えた。 彼女は断続的に共に暮らし、1863年に亡くなるまでエマーソンと文通し続けた。エマーソンの正規教育は、1812年9歳の時、ボストンラテンスクールに始まった。1817年8月、14歳でハーバード大学に入学した。そこでは、新入生の連絡係に任命され、 不貧困の学生を呼んで教員に伝えることが求められた。3年生の半ばからエマーソンは読んだ本のリストと、後に、ワイドワールドと呼ばれることになる、何冊もに及ぶ日記をつけ始めた。エマーソンは学費を賄うために仕事もした。それには、学生食堂のウェーター、マサチューセッツ州、ウォルサムのおじ、サムエルの下での臨時講師があった。四年時にエマーソンは、 ミドルネームのワルドを使うことに決めた。エマーソンは学級詩人としての慣例に習い、正式な卒業1ヶ月前の1821年8月29日、18歳の時、ハーバード大学卒業式で自作の詩を発表した。彼は学生として突出せず、59人の給油のちょうど、中位で卒業した。1826年、エマーソンは健康問題から、 温暖な気候を求めて移り住んだ。最初にサウスカロライナ州チャールストンに行ったが、十分な暖かさはなかった。そこでさらに南のフロリダ州セントオーガスティンへ行った。そこで彼は長いこと浜辺を散策し、死を書き始めた。セントオーガスティンにいる間にナポレオン・ボナパルトの老い、足湯、ミュラ王子と知り合いになった。ミュラはわずか2歳年上で、彼らは とても親しくなった。二人は宗教、社会、哲学、政治についての啓発的な議論をした。エマーソンはミュラを自身の知的教養における重要人物と捉えていた。同伴が1878ハーバード大学を卒業し、マサチューセッツ州チェルムズフォードに自分の学校を建てた後、エマーソンは母の家に設立した若い女性のための学校で兄、 ウィリアムを手伝った。ウィリアムが進学を学ぶために、ゲッティンゲンに行くと、エマーソンはその学校を認可された。その後数年にわたって、教師として、生計を立て、それから、ハーバード進学校に行った。2歳年下の弟エドワードは、ハーバード大学を主席で卒業した後、ダニエル・ウェブスターの法律事務所に入った。エドワードの健康は悪化し始め、 その上帝なく精神の崩壊にも苦しむこととなった。彼は1828年6月、23歳でマクリーン精神病院に収容された。精神の安定は取り戻したものの、1834年、長年患らった結核で亡くなったとみられる。1808年生まれの聡明で将来を約束された弟チャールズは、1836年に、 同じく結核により死去した。これでエマーソンは数年のうちに若い近親者を3人失うこととなった。エマーソンが最初の妻エレンルイザツッカーにニューハンプシャー州コンコードで出会ったのは1827年のクリスマスであり、彼女が18歳になって結婚した。二人はボストンに引っ越したが、すでに結核に侵されていたエレンを世話するため、母のルースがついていった。 二年も経たずに、1831年2月8日、エレンは20歳で世を去った。彼女の最後の言葉は、私は平穏と喜びを忘れたことはないであった。エマーソンは、彼女の死にたく、衝撃を受け、毎日ロックスバリーの墓地を訪れた。1832年3月29日の手記には、私はエレンの墓へ行き、棺を開いたと記された。 ボストン第二教会がエマーソンを助人牧師として招き、1829年1月11日に職位を授けられた。彼の初任給は年1200ドルだったが、7月には1400ドルに上がった。しかし彼は教会の仕事に加え、他の任にも預かっていた。マサチューセッツ議会の牧師であり、ボストン学校会議のメンバーでもあった。教会の仕事は彼を多忙にし、 このゴロズマの死が差し迫っていたのだが、自分の信仰を疑い始めていた。妻の死後、彼は、教会のやり方に賛同しなくなってきた。1832年6月の日記には、私は時にこう思う。良き聖職者になるには、聖職を離れる必要があるのではないか。信仰告白は、時代遅れだ。時代は変わったのに、 我々は先祖たちのダメになったやり方で礼拝している、とある。エマーソンは、教派の務めの執行についてと、一般的な礼拝法に対する疑念について、教会との意見の相違を公にし、1832年に、解任された。このようにして、キリストを称えることは、私にはあっていない。私がそれをやめる理由として十分だと彼は書いている。あるエマーソン学者は、 牧師の作法にかなった黒号を脱ぎ捨て、彼は自由に講演者や教師の衣を、つまりは慣例や伝統の限界に縛られない、試作家の衣を選んだのであると指摘している。エマーソンは1833年にヨーロッパを旅行し、あと2856年のイングリッシュ・トレーツに書いている。彼は1832年のクリスマスにジャスパー号に乗船し、まず、 マルタ島へ向かった。ヨーロッパ旅行の間に数ヶ月をイタリアで過ごし、ローマ、フィレンツェ、ベネツィアなどの都市を訪れた。ローマでジョン・スチュアート・ミルに会い、トーマス・カーライルへの紹介状を書いてもらった。エマーソンはスイスで旅の同行者にフェルネにあるボルテールの家へ無理やり行かされた。鉄刀鉄尾、彼の恥ずべき名声に対して異議を申し立てた。それから彼は賑やかで、 モダンなニューヨーク、パリへ赴いた。そこでは、ジャルダン・デ・プランテを訪れた。彼は、植物学者、樹種の様式に従い分類された植物の体系と、そのあらゆる対象の相関性に、大きな感銘を受けた。リチャードソンは、ジャルダン・デ・プランテでマーソンが、事物の相関関係について洞察した瞬間は、彼を、進学から遠ざけ科学へ向かわせた。 ほとんど神秘的な瞬間であったと述べている。イギリス北部でエマーソンはウィリアム・ワーズワース、サミュエル・テイラー・コールリッチトーマス・カーライルと出会った。カーライルは特にエマーソンに強い影響を与えた。エマーソンは後にアメリカでカーライルの非公式な代筆者となり、1835年3月にはカーライルにアメリカへ講演に来るよう働きかけている。 1881年にカーライルが死去するまで、二人は文通し続けた。リディアン・ジャクソン・エマーソンと息子のエドワード・アルド・エマーソンの銀版写真日付不詳。エマーソンは1833年8月9日にアメリカへ帰国し、マサチューセッツ州ニュートンで母親と暮らした。1834年に同州コンコードに引っ越し、義祖父のイズラ・リプレイ医師と共に、 後にザ・オールド・マンスと名付ける館で暮らした。あらゆる種類の論題について、講演を行う、新鋭の文化運動を見て、エマーソンは講演者を職業にできると考えた。生涯では1500回余りの講演をすることとなるのだが、1833年11月5日、ボストンにおける博物学の活用について初講演を行った講演が最初であった。これは、 彼のパリでの経験を発展させたものである。この講演で彼はいくつかの主な信念と最初に出版した評論であるネイチャーで後に展開することになる考えを打ち出した。自然とは言語であり、人が学び得るあらゆる新しい発見とは新しい言葉なのである。しかしそれは個々に分けられて辞書の中で正気を失った言語ではなく、 一体として最も重要で普遍的な意味合いを伝えるものである。私はこの言語を学びたい。それは新しい文法を知ることではなく、その言語によって書かれた大いなる書物を読むことであるだろう。1835年1月24日、エマーソンはリディア・ジャクソンに結婚を申し込む手紙を書いた。彼女の承諾の返事は28日に届いた。 1835年7月、マサチューセッツ州コンコードのケンブリッジコンコード有料堂近くに家を買った。その家は後にブッシュと名付けられ、現在ラルフワルド・エマーソンの家として公開されている。エマーソンはすぐに町の主導者の一人となった。彼は1835年9月12日にコンコード市200周年記念公演を行った。2日後、彼は リディア・ジャクソンと彼女の距離マサチューセッツ州プリマスで結婚し9月15日にエマーソンの母親と共にコンコードの新居へ移ったエマーソンはすぐに妻の名をリディアンに変え彼女をクイーンに言いい時にはアジアと呼んだ妻は彼をミスター・エマーソンと呼んだ彼らの子供はワルド・エレン・エディット・エドワード・ワルド・エマーソンであるエレンは 最初の妻から取ったとリディアンは指摘している。エマーソンは大学時代は貧しく、後の生涯の多くは家族を支えていた。エレンの死後はかなりの額を相続したが、1836年にはそれを得るためにズッカー家を訴訟しなければならなかった。1834年5月、彼は1万1600ドルを、1837年7月には、 さらに1万1674ドルを受け取った。1834年、彼は最初の遺産の支払いで1200ドルの収入を見込んでおり、牧師としての収入に匹敵した。ラルフ・アルド・エマーソン1859-1836年9月8日、ネイチャー出版前日、エマーソンはフレデリック・ヘンリー・ヘッジ、ジョージ・パトナム、ジョージ・リップリーと会い、 呂光の知識人たちの定期集会を企画した。これが超越クラブの始まりであり、運動の中心部となった。最初の公式会議は1836年9月19日に行われた。1837年9月1日、女性が初めて超越クラブの会議に参加した。エマーソンは、マーガレット・ヒュラー、エリザベス・ホール、サラリプリーを確実に参加させるために、 会議の前に自宅の夕食に招いた。ヒュラーは超越主義の重要人物になっていく。1836年9月9日、エマーソンは匿名で最初の評論であるネイチャーを出版した。1年後の1837年8月31日、エマーソンは今は有名となったファイでザ・アメリカンスカラーを演説した。それは当初は ケンブリッジのファイクラブ前で行われた演説として知られていたが、1849年刊行の評論集で解明された。友人たちは話を出版するよう促し、自費出版したところ、500部は一月のうちに売り切れた。演説の中でエマーソンはアメリカの知的独立を宣言し、アメリカ人がヨーロッパを離れて独自の様式で執筆すべきことを力説した。当時、 ハーバードの学生だったジェームズ・ラッセル・ローウェルはそれをアメリカ文学史上前代未聞と言い,い、ロバーンド・ジョン・ピースは尻滅裂で意味不明に聞こえると言った。1837年、エマーソンはヘンリー・デビッド・ソロウと親しくなった。1835年頃にはすでにやっていたようだが、1837年秋、エマーソンがソロウにあなたは日記をつけていますかと尋ね。 この問いかけがソローに一生涯にわたるインスピレーションを与え続けたのである。エマーソン自身の日記は、大版本16巻の完全版が1960年から1982年にかけてハーバード大学出版会より発表された。日記をエマーソンの重要な文学作品とみなす学者もいる。1837年、エマーソンはボストンのフリーメイソン寺院で、 歴史哲学に関する連続講演を行った。これが初めて彼自身が運営した連続講演であり、真の講演者としての経歴の始まりであった。この連続講演で得た収入は、講演団体からもらっていたものよりかなり高額だった。ため、エマーソンはその後も、たびたび、自分で講演を運営した。結果として、年80回にも及ぶ講演をし、北部アメリカ中を巡った。 セントルイス、デモイン、ミネアポリス、カリフォルニアまでも駆けつけた。1838年7月15日、エマーソンはハーバード神学校の進学会館に招かれて卒業演説を行った。それは神学校演説として知られることとなった。彼は聖書の奇跡を疑問視し、イエスは偉大なる人間であり、神ではないと宣言した。伝統的キリスト教は、 オリエントやギリシアでオシリスやアポロンをそうしたようにキリストを半身に仕立て上げてしまったと彼は語った。彼の発言は教会主流派や一般のプロテスタント社会では冒頭に値した。そのため彼は無心論者で若者の精神を毒すると非難された。批判に対し彼自身は応じず他の人に弁護させた。その後30年間、 彼はハーバードに再び招かれることはなかった。超越クラブは1840年7月に最大の機関誌であるザ・ダイアルを出版開始した。彼らは1839年8月には雑誌を企画していたが、1840年の一周目まで仕事を始めなかった。ジョージ・リプリーが編集長で19世紀の女性の著者にして、 先駆的フェミニストであったマーガレット・ヒュラーが監修者であった。数人に断られた後、エマーソンは彼女を選んだのだった。ヒュラーは2年ほど在任してエマーソンが引き継ぎ、エレリー・チャニングやソロを含む若い作家たちの才能を伸ばすことに雑誌を活かしていった。1841年、2冊目の著作であるエッセイ、第1週エッセイズを出版した。 そこには有名なセルフリライアンスが含まれる。彼のおばはそれを無心論と偽の独立宣言の奇妙な寄せ集めと呼んだが、それはロンドンとパリで好評を博した。この本の成功が他にも増して、彼の国際的名声の基盤となった。1842年1月、エマーソンの長男ワールドは小高熱で他界した。彼は自身の悲しみを シスレノディの失いゆくこととは死にゆくことに他ならないや評論エクスピリアンスで語った。同じ月にウィリアム・ジェームズが生まれ、エマーソンは名付け親になった。ブロンソン・オールコットは1842年11月、良い建物と良い果樹園と大地のある素晴らしい100エーカーの農園を作る計画を公言した。チャールズ・レーヌは90エーカーの農園を 1843年5月にマサチューセッツ州ハーバードに購入した。それは超越主義に部分的にインスピレーションを受けたユートピア構想に基づく共同体であるフルーツランドとなる予定だった。農園は共同体の労働により運営され、動物は労役に用いない。参加者は肉を食べず、羊毛も毛皮も用いないというものだった。エマーソンは 彼自身が実験に関与しないことを残念に思うと語った。たとえそうでもエマーソンはフルーツランドが成功するとは思っていなかった。彼らの主張は全くもって高い精神によるものなのだがいつも最後にはもっと土地と金をよこせというのだと彼は書いている。さらにオルコットはフルーツランド創業の困難に対し準備をしていなかったと認めた。我々の誰も 夢に見た理想的生活を現実的に行っていく準備をしていなかった。だから失敗に終わったのだと彼は記している。この失敗の後、エマーソンはコンコードにオルコット一家のための農場を買う手助けをした。その農場をオルコットはヒルサイドと名付けた。ザ・ダイヤルは1844年4月をもって廃刊した。ホラス・グリーリーはそれをこの国で かつて出版された、最も個性的で、試作的な定期観光物の最後と報じた。1844年、エマーソンは、彼の2番目の評論集、エッセイ、第2集、エッセイズ、セカンドシリーズを出版した。ここには、ザポイト、エクスペリエンス、ギフツ、そして1836年のものと同名だが、異なる作品のネイチャーが収録された。 エマーソンはニューイングランド及び国内の多くの地域で有名な講演者となり、生計を立てていた。1833年に講演を始め、1850年代には年間80回にも及んだ。1回につき10ドルから50ドルを受け取り、通常冬の講演シーズンには2000ドルを下らない収入が舞い込んだ。これは他からの収入より多かった。 何年かは6回の連続公演で900ドルを稼ぎ、ボストンの冬の連続公演で1600ドルを手に入れた。彼はその収入で所有地を広げることができ、ウォールデンこのそばに11エーカーの土地と、その近くの松林数エーカーを購入した。彼はおよそ14エーカーの土地と水域の領主と自らについて書いている。エマーソンはフランスの哲学者。 ビクトル・クザーンの作品を読んだ際に、インド哲学に出会った。1845年のエマーソンの日記には、彼がバガバット・ギーターとヘンリー・トーマス・コールブルックのエッセイズ・オン・ザ・ベイデスを読んでいるとある。エマーソンは、インドの古典、ベーダから強い影響を受け、彼の著作の多くは一言論の色調が濃い。 彼の超越主義哲学は、ラームモーハンローイのネオベーダアンタの影響を強く受けたと言われる。インド思想の影響の最たる例の一つは、ザ・オーバーソウルのうちに認められる。我々は、連続したものや、断片、欠片、微粒子の中で生きている。それに対し、人間のうちには、善なる魂がある。それは、知者の沈黙であり、この世界の美である。善なる魂ゆえに、 あらゆるか、けらも粒子も、等しく、永遠なる一者に関係している。そしてそのうちに、我々が存在し、その無常の幸福がすべて我々の手に入る。この深淵なる力は、どんな時も自らを満たし完全であるだけでない。見ることと見られるものであること、見るものと見せ物、主体と客体が一つであるのだ。我々はこの世界を部分部分で、太陽とか、月とか、 動物とか、木とかいうようにしか見ない。だがそれらのものが一部として光り輝いている。善あるものが魂なのである。1847年から1848年にかけて、エマーソンはイングランド、スコットランド、アイルランドを旅行した。彼はまた、2月革命と6月放棄の間にパリを訪れた。彼が到着した時、2月の暴動でバリケードを作る。 ために切り倒された木の切り株を見た。5月21日、彼は旧連兵場で調和と平和と勤労を祝う群衆のただ中にあった。彼は日記に今年の終わりに私は革命が一本の木に値したかどうか見定めようと記した。この旅はエマーソンの後の作品に重要な痕跡を残した。彼の1856年の著作イングリッシュ・トレーツは 旅行日記や手記に記録した観察に大きく基づいている。エマーソンは後にアメリカ南北戦争を1848年のヨーロッパで起きた革命と同じ基盤を持つ革命であるとみなすようになった。1852年2月、エマーソンとジェームズ・フリーマン・クラーク、ウィリアム・ヘンリー・チャニングは1850年に死去したマーガレット・ヒュラーの作品と手紙の編集をした。 彼女の死から一週間のうちに、ニューヨークの彼女の編集者、ホラス・グリーリーはエマーソンに、彼女の死の悲しみにより高まっている関心が冷めない、うちにヒュラーの伝記、マーガレットハーフレンズを出版するよう言った。ザ・メモワーズ・オブ・マーガレット・フラー・セレーという題で出版されたが、ヒュラーの言葉は大幅に修正、改ざんされた。三人は、正確さは気にしていなかった。彼らは、 ヒュラーに対する大衆の興味は一時的なもので、彼女は歴史的人物としては残らないと考えたのだ。たとえそうであっても、当時は50年代の電気ベストセラーとなり、19世紀の終わりまでに13版まで再販された。ウォルト・ホイットマンは1855年に革新的、詩集、草の葉を出版し、エマーソンに送って意見を求めた。エマーソンは肯定的に評価し、 返事として5ページの賞賛の手紙を送った。エマーソンの証人は草の葉初版が大きな関心を呼ぶ助けとなり、ホイットマンはその後すぐに第2版を出す気になった。この版はエマーソンの手紙の言葉を引いて、私はあなたの大いなる経歴の始まりを歓迎しますと、表紙の金色の葉の中に印刷した。エマーソンはこの手紙を公にしたことに抗議した。 そして後にはこの作品に対しより批判的になった。エマーソンは断固として奴隷制に反対だったが世間の注目を浴びたがらずこの問題について講演することをためらった。しかし彼は1837年7月頃に始まり南北戦争の間には数多くの講演を行った。はじめは多くの友人や家族が彼よりも活発な廃止論者だったが 1844年以降は奴隷制反対により積極的な役割を果たした。彼は多くの演説や講演をし、特にジョン・ブラウンがコンコードを訪れた際には家で艦隊した。1860年、彼はエイブラハム・リンカーンに投票したが、リンカーンが奴隷制の完全撤廃よりも北部の保護に関心があることに失望した。南北戦争が勃発すると、 エマーソンは直ちに奴隷の解放を信じると表明した。1860年にはエマーソンは7番目の評論集ザ・コンダクト・オブ・ライフを出版した。この中ではエマーソンは当時最も困難な問題のいくつかに取り組んでいる。彼の奴隷性廃止論者としての経験が結論にかなり影響を及ぼしていると評される。これらの評論ではまた、エマーソンは 戦争は国家を再生させる意味があるという考えを強く抱いていることがわかる。南北戦争、国家の破綻、あるいは革命、それは物草な繁栄の年月よりも本質的に豊かなのであるとエマーソンは書いている。エマーソンは1862年1月末にワシントン DC を訪れた。1862年1月31日、スミソニアンで 一般公演を行い、南部は奴隷制を習わしと言い、私はそれを欠陥という、文明社会には撤廃することが必要であると宣言した。次の日の2月1日、友人のチャールズ・サムナーが彼をリンカーンに会わせるため、ホワイトハウスへ連れて行った。リンカーンはエマーソンの著作に親しんでおり、公演にも行ったことがあった。エマーソンのリンカーンへの疑念は、この面会の後に難化した。 1865年コンコードのリンカーン、追悼礼拝で彼は演説し、有史以来の幾端の悲劇の中で、彼の死の知らせほどに悲痛を生む死が、後にも先にもあるだろうかと語った。エマーソンはまた、サルモン・ポートランド・ジェイス財務長官、エドワード・ベーツ検察長、エドウィン・マクマスターズ・スタントン陸軍長官、ギデオン・ウェルス海軍長官、ウィリアム・シューワード国務長官を含む多くの政界の、 用心とあった。1862年5月6日、エマーソンが庇護していたヘンリー・デイビッド・ソローが44歳で、結核のため亡くなり、エマーソンは彼に産事を送った。1849年に、ソローが A Week on the Concord and m e r r Mack River's を出版して、一行不和となったものの、エマーソンは彼を親友と呼び続けた。もう一人の友、 ナサニエル・ホーソーンは1864年、ソローの2年後に死去した。ホーソンがコンコードに埋葬される際は、棺川葬創者の一人となった。陽光と新緑のきらめく中であったとエーマーソンは、記した。エーマーソンは1864年、アメリカ学芸協会のメンバーに選出された。 エマーソンの墓 3P ホローボ地ボの拡大図1867年より、エマーソンの健康状態は悪化していった。彼はあまり日記を書かなくなった。1871年の夏か1872年の春頃からエマーソンは記憶障害があり、また言語症に苦しんだ。70年代終わりには、時に自分の名前を忘れ、誰かが具合を尋ねると、とてもいいです。 私は精神機能を失いましたが、でも完全に良好ですと答えた。エマーソンのコンコードの家は1872年7月24日に火事になった。近隣に助けを求め、消火を諦め、できる限り火災を守ろうとした。火はエフライム・ボレスブルの片腕の息子、エフライム・ブル・ジュニアによって消し止められた。家の再建を助けるため、 友人たちが寄付を集めた。そのうち、フランシスカ・ボット・ローエルは5000ドルを集め、レバロン・ラッセル・ブリックスは1万ドルを集め、ジョージ・バイクロフトが個人的に1000ドルを寄付した。エマーソンは終始、オールド・マンスで家族と共に過ごしたが、避難所提供の申し出もあった。正体は、アンネ・リン・チ・ボッタ、ジェームズ・エリオット・カボット、ジェームズ・トーマス・フィールズ、アニー・アダムス・フィールズからであった。 火事によって、エマーソンの本格的な講演活動には終止符が打たれ、その後は特別な時、親しい人たちの前でだけ講演をした。家が再建されている間、エマーソンはイギリス、ヨーロッパ大陸、エジプトを旅行した。1872年10月23日、娘のエレンと出発した。妻のリリアンは友人と共にオールドマンスで過ごした。 エマーソンたちは1873年4月15日、友人のチャールズ・エリオット・ノートンと一緒にオリンパス号でアメリカに帰国した。エマーソンのコンコードへの帰還は町を挙げて祝福され、学校は休校になった。1874年、エマーソンは私文センパルナッソスを出版した。その中にはソロをその他は、もちろんのこと、アンナ・レティシア・バーボールド、ジュリア・キャロライン・ドール、 ジャン・イングロー、ルーシー・ラルコム、ジョーンズ・ベリーが含まれた。私文集は1871年秋頃にはもともと準備されていたが、出版社が工程を求めたため遅れたのだった。記憶障害に戸惑い、エマーソンは1879年には公共の場に姿を見せなくなった。オリバー・ウェンデル・ホームズは、エマーソンは記憶障害と、 言いたいことを表す言葉を見つける多大な困難から人前で自分に芯を置くことをためらっている。あの時の彼の老媒を見るのは苦痛だと書いた。1882年4月21日、エマーソンは肺炎と診断された。彼は1882年4月27日に死去した。エマーソンはマサチューセッツ州コンコードスリーピーホロー墓地に埋葬された。彼は アメリカの彫刻家、ダニエル・チェスター・フレンチに寄贈された白装束をまとい、棺に収められた。晩年のエマーソンエマーソンの宗教観は、当時しばしば過激とみなされた。彼は、万物は神とつながっていて、そのため万物は神聖であると信じた。批評家たちは、エマーソンは中心なる神の像を取り払おうとしていると考えた。ヘンリー・ウェア・ジュニアは、エマーソンは、 世界の父を取り去り、個人の子供たちだけを残す危険性があると述べた。エマーソンは部分的にドイツ哲学と聖書批判学に影響を受けている。超越主義の基礎となる彼の見解では、神は真理を明らかにする必要はなく、真理は直接自然から直感的に体得することができると示唆している。エマーソンは1844年まで熱心な、 奴隷制廃止論者になることはなかったが、日記から若い頃から奴隷制への関心は始まり、奴隷を解放することを夢見てさえいたことがわかる。1856年6月、アメリカ上院議員、チャールズ・サムラーの直後、廃止論者としての断固とした見解を打ち出した。エマーソンは彼自身が契機とならなかったことを悔いた。生まれ落ちるや、否や、 一直線に審問者の鉄底を取る人たちがいる。核も素晴らしく、我々は道徳律に常に満たされていると彼は書いた。夏の攻撃の後、エマーソンは奴隷制について抗言し始めた。私は奴隷制を排除しなければならない。さもなくば自由を排除することになると、その夏コンコードの集会で語った。エマーソンは奴隷制を人間の不正行為の例として、 特に聖職者の職務にある時に用いた。1838年初頭、エリアパリシュ・ラブジョイという名の廃止論者の出版社が、イリノイ州オールトンで殺害されたことに触発され、エマーソンは初めて公に、反奴隷制の演説をした。勇敢なラブジョイが、言論の自由のために、彼の胸を、ボートの教団に差し出したのは別の日だったが、来るべき時が来て死んだのだジョンクイン・シー・アダムスは、 ラブジョイを殺害したボートは、アメリカ大陸中の地震動用に侵撼させたと、語った。しかしながらエマーソンは、改革は、軍事行動ではなく、道義的合意により達成されるものだと主張した。1844年8月1日、コンコードでの講演で、廃止運動指示をより明確に言命した。彼は、我々はいかなる実際的倫理問題を公然と論じるときも、 この運動とその持続によって主に恩恵を受けていると述べた。エマーソンは男性に性的関心を抱いたことがあったようだ。ハーバード大学2年時、マーティンゲーという若い新入生に惹かれ、彼について性的な詩を書いている。彼はまた生涯を通じ、アンナ・ベーカーやカロリーヌ・スターギスといった様々な女性に熱を上げた。ラルフ・ウェルド・エマーソン。 イシューオブ1940コンコードの賢者と呼ばれたエマーソンは講演者や演説家としてアメリカの知的文化を先導する発言者となった。ザ・アトランティック・モームリー・ザ・ノースアメリカンレビューの編集者であるジェームズ・ラッセル・ローエルは彼のマイ・スタディ・ウィンドウズの中でエマーソンはアメリカで最も絶え間なく人を引きつけた講演者であるだけでなく 公園様式の開拓者の一人であるとコメントした。1849年にエマーソンにあったハーマン・メルビルは、エマーソンは宗教心にかけ、知性に対するうぬぼれが強すぎて、最初はものをそれ自体の名で呼ぶことに尻込みすると当初は考えたが、後には意外な人物と称えた。聖職者で超越論者のテオドア・パーカーは、エマーソンが他者に影響を与え、 鼓舞する能力について記している。エマーソンの輝かしい才能が、冬の夜に現れ、ボストンを漂い、無邪気な若者たちの目にその大いなる幕開けを、美と神秘を見上げさせて、しばし魅了する。またそれは、新たな道へ、新たな希望へ彼らを導くことで、永久的な霊感を与える。エマーソンの作品は、ウォルト・ホイットマンや、ヘンリー・デビッド・ソローのような同時大臣だけに、 影響を与えたのではなく、現在に至るまで、アメリカや、世界中の思想家、著述家に影響を与え続けている。エマーソンが19世紀で、最も影響力のある作家だというのはやや賛同へ、がたいが、教学者たちは大いに関心を寄せている。ウォルト・ホイットマン、ヘンリー・デービッド・ソロー、ウィリアム・ジェームズは、肯定的、エマーソン論者である。一方で、ハーマン・メルビル、 ナサニエル・ホーソン、ヘンリー・ジェームズは、エマソンの楽観的な個人主義に懐疑的だった。T.S. エリオットにとって、エマーソンの評論は足手まといだった。ケンジャ・ワールドは1914年から1965年までは、権威を失ったが、ロバート・フロスト、ウォレス・スティーブンズ、ハート・クレインといった、アメリカの主な詩人たちの作品の中に生き残り、栄光を取り戻した。ハロルド・ブルームは、 彼の著作、ザ・アメリカン・レリジョンの中で、アメリカ宗教界の預言者として、エマーソンを繰り返し引用している。この本の中では主に、エマーソンが生きた時代に起こったアメリカ固有の宗教である、モルモン教やキリスト教科学だけでなく、ヨーロッパの片割れよりもグノーシス的とブルームの言う、主流のプロテスタント教会にも言及している。ザ・ウエスタンカノンの中でブルームは、エマーソンを、 ミシェルド・モンテーニュと比較している。私が知る唯一同等の読書経験はアメリカのモンテーニュであるラルフワルド・エマーソンの手記と日記を果てなく読み返すことである。エマーソンの詩の数編はブルームのザベストポエムズオブザイングリッシュランゲージに収められているが、ブルームは彼が挙げるエマーソンの評論の最高傑作セルフ・リライアンス・サークル・エクスピリアンスと コンダクト・オブ・ライフのほぼ全部には、どの詩も及ばないと書いている。ブルームの信じるところでは、レンの長さ、陰律、言い回しは、息遣いで決まっていて、チャールズ・オールセンの原型になったということだ。ありがとうございます。